長六橋とは、熊本県中央の白川に架か,かる国道3号の橋の一つである。最初に作られたのは1601年で、加藤清正が熊本半中部を流れる白川に唯一架けた橋で、この名がある。当時は、城下町南方面の防備の必要から、白川に架か,かる橋はこの橋しかなかった。その後、流出も多く、架け替えがあったが、昭和2年に、 川尻電車の路面電車併用の鉄橋が完成した。この時は当時最新型のトラスタイドアーチ橋であった。その後、平成2年に PCK タバシに建て替えられた。1896年橋を架け替えられたが、明治33年の大洪水で流出。その後1902年に架けられたが、大正12年の大洪水により流出している。しかしついに、 大正12年の大洪水で流出した目標に変えて鉄橋にすることが同年の県議会で可決された。大正13年の暮れ近くには国の補助も出ることとなり、熊本電気機,機動株式会社も新路線付設のために寄付を申し出、大正14年11月に寄港式が行われた。こうして近代鉄橋の長六橋は昭和2年2月に完成。 3月12日に開通式を挙行するに至った。新しい長六橋はトラスタイドアーチ橋で当時としては大変先進的な橋であった。開通半年後の9月8日から電車が橋の中央を走ったが、1959年3月まで橋をまたいで河原町川尻間の運転が続いた。1958年6月26日の6.26。 白川大水害の際は当時白川にかけられた17箇所の橋梁の多くが流出する中、長六橋は無傷のままで残り、現在に至るまで熊本市と県南部、南九州とを結ぶ国道3号線の用路として交通量も極めて多い。1990年10月には鉄橋からコンクリート橋となったが、熊本駅よりの電車道からの取り付け道路は直角の 不自然な形を呈している。2014年3月14日現在の、橋梁台帳によると、橋町123.20メートル、総景観、数三橋面積2809.0平方メートル、厚さ上7.0平方センチメートル、構造体番号1島町40.290メートル41.500メートル 40.290bc 橋 桁形式区分連続桁タ、路面日常路橋構造形式、ポステン橋桁タ、小番種類使用形式一体型小番圧26.0センチメートル本体塗装面積7 5 186.0平方メートル部高所原構造形式 A1、ラーメン兄弟、A2 逆 T 式兄弟 P1 壁式橋脚、P2 壁式橋脚福音全福音22.8メートル、 有効福音22.0メートル、左側歩道幅3.00メートル、路肩幅0.50メートル、車道幅6.0メートル、車線数に中央二2.00メートル、分離一1.00メートル、左は右と同じ、他に交通状況が記載されており、渋滞がほぼ毎日、長時間にわたり生じるとある。タイドアーチ橋は、アーチの形をした構造を呈するが、 普通のアーチ橋と異なる。普通のアーチ橋では、支点部に水平力が働く。これに対し弓のように、支点部同士を引っ張り部材で結び、水平力を伝達させる形式を、タイドアーチ形式、または、自定式アーチと呼ぶ。この形式では、水平力は橋内部に閉じ込められるため、支点部に水平力は発生しない。ありがとうございます。